春季キャンプだよ。なんか涼しいですね最近ね、やっぱり秋になってきたのかいいですね。ピッチャーのなんだっけ、ピッチャーの練習機材を全部ね2にしたので、今年はなかなかに今年はなかなかにピッチャーが育つぞ、酒が飲めるぞ、今年は正月で酒が飲めるぞ、酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。背番号何しようかな、言ってもドラ1だからな、ちょっと期待した番号与えたいな。1番か、8番っていいね、8番与えましょう。よし、なんかあと背番号変更した人いるかな、いないかな、もう大丈夫かな、したいぞって来た、なんか僕これの番号がいいですって人いないですかね、大丈夫ですか、よっきゅんは3番もらってますか、大丈夫ですか。うん、あ、あとでキャッチャーコーチ変えなきゃ。さあキャッチャーは一体誰になるのか、谷本さんが一体誰に変わるのか、交互期待といったところで春季キャンプに行きましょう。うん、まあ、特に何を変えるということもなく、なんだろうね、福谷くんがどんくらい活躍してくれるかですね。まあでもこれ420万で、これはすごい安いよなと。日本ハムキラーがどう生きてくるか、やっぱ彼を日本ハムの時に交流戦でぶつけさせれば、3連投させれば勝てると思うんですよね。いかに3連投させるか、それを目標に頑張っていきましょう。さあ戸塚くん、戸塚くんもなんか覚えたいけどね、変化球覚えますか。そうね、スクリュー、沈む系の球が一個欲しい。北三ブラック、北三ブラックどうしようか、北三ブラックセクシーだからな。特能はもう空きがないですね、福さんぐらいか。したらば三球種にするのもなんか違うかな。北三ブラックはスタミナだで、この元杉という男ただただフォークが得意な、伸びもなければ打たれも打たれやすい、もうストレートが命取り。あとは何だろう、星石さんはこれ何なのかね、能力は全く伸びないですね。だったら伸びアップとかつけた方がいいかな、もうストレートだけで勝負してほしいですね。であとは基礎能力伸びなくなった組がいて、意外とこの森脇くんがね、去年は1年間思いのほか頑張ってくれたっていうのがあるから、今年は頑張ってほしいですね。末継さんも、あ、そうか、末継さんもいいのか。何話の精密機械、末継よしよ。よしよきか。どうしようかな。まあ、変化球かな。あ、伸びないんだ。個別では伸びるんですね。じゃ、チェンジアップ。チェンジアップ。あれ佐賀さんのコントロールがめっちゃ伸びてきた佐賀さんこれなんかもう一球種覚えたらすごい活躍するとかないかな。でキャリックはミート、板谷さんもゴールデングラブ取りましたからね。早熟なんだ、畜生め、両打ちの素質あり今さら両打ちにしてもなって感じだよな。有田君は何も伸びないな、特能係か。じゃあ逆境だね、とりあえず。で、この小畑くんが、小畑くん、どんくらい活躍してくれるかですね。まあ、とりあえず逆境までですね。とにもかくにも逆境まで。この両打ちの穴田くんも俺は好きなんですよ。ちょっと期待してんすよね。で岩橋は完全に早熟だな。とりあえずじゃあ盗塁アップでダイソーに育てるか。そしてよっきゅん、裏切りの FA 宣言から一転裏切りでもねえか。十文字はじゃあ広角打法覚えてなんかすごくなってください。毛塚くんはな、
なんだろうな、特能だな。でも早急アップでいいな。でも蔵元のやつをちょっと変えるか。毛塚君に何か応募させるか。蔵元さんの何かを。早急アップでいいかもね。意外と誰も覚えてないし。で、梅谷さんにまだ25歳なんすね。若えな。梅谷さんこんな若いんだ。梅谷さん若えな。ずっという印象があるな。持ち丸にはちょっとサードポジションも覚えさせた方がいいかな。サブポジ練習サード。持ち丸がすごい使いやすい人材になってきた。持ち丸はいいね。名前がいいよね。ボス、おいら持ち丸って感じがすごいよね。伝わってくるもん。持ち丸ですけど何かみたいな感じが。親の名前なんて言うんだろうね。親はお持ち丸かな。また音声がプツプツなって何が起こったか分かんないかもしれませんが、とりあえず春季キャンプが終わってなんかいろいろ考えてました。であとはオーダーか。ね、どうしようかな。ここの問題があるんだよな。まあでもベテラン内野守備って大事だからな。でよっきゅんで瀬沼さんだな。どうしようかな。意外と高打の野手が多い中で、瀬沼さんの存在って結構でかいと思うんだよな、やっぱり長距離砲って。ってなると、十文字と梅谷の使い方を考えなきゃな。瀬沼さんをサードにコンバートするか。まあ、いっか。キャリック4番でいいかな。キャリックと瀬沼さんって、セリマさんの方が年上なんですね。アリちゃん、野手で一番ベテランなのって今、倉本さんか？倉本さんと大野さん？大野さんですね。大野さんを使うぐらいだったら、俺はちょっと目黒くんを使いたいな、今季は。完全に守備要員としての残しとるから。したら、もう古谷一番でもいいかな。意外とこの布陣じゃないか。これ意外といい布陣かな。十文字の調子次第だな。でもこうかもしんない。とりあえずこうかな。十文字の調子次第感はちょっと結構あるんだよな。こうだな。よっきゅん6番。よっきゅん6番もったいねえかな。意外とこれがハマったりするかもしれないしな。これでいってみますか。よし、じゃあオープン戦いきます。ゴー！結局負ける。さあ次だ。ゴー。まあオープン戦っていうのはね、やっぱあくまで調整であってそんなに大したね意味合いはないですから。待つのをなんか得の覚えねえかな。待つのこれで普通なんだよな。得の要因が誰もいねえな。本当喉痛いな。なんだろう。砂川さんも懐かいてえな。砂川さんとセルマさんが同い年、同じ学年か、同級生なんすね。さあスキップ。まあ今年はね、オープン戦3連敗でしたけども、オープン戦3連敗する年にちょっといいことが起きたりするもんだから、意外と侮れない。牽制丸、打たれ強さ。
牽制丸と打たれずつだか。よしよし。じゃあ練習設定をしてからの次に行きますか。E になったか。どうしようかな。だったら切れ丸かな。切れ丸意外といいかもね。相性が。で、森脇か。森脇はどうしようかな。対左アップ。面白いね。目黒が早くキャッチャー、ね、B になってくれたらすごいでかいんですけどね。よし。じゃあ行きましょう、開幕戦。スキップだ。ゴー。おお。いい試合。いい試合。すごくいい試合だった。こんないい試合になるなんて。よしよし。スポドリか。今年は開幕遅かったな。31か。とりあえずバット飛ばして。惜しかった。うん。よし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 。現在首位と。調子に乗っております。セルメ行こうか。スポドリも買っちゃおう。現在7000万円。よし。よし。わかりゃ。うれりゃ。ういし。うれりゃ。うん。お金は増えた。よっきゅんこのまま行ってみるか。よっきゅん埋めたいで7号か。でも増えると思うな。この感じだと。7号でも増えるな。いけいけ。あらら。うれし。うれりゃ。ういし。うれりゃ、うれりゃ。7号増えたかな。増えた。これはいけるな。これはいけるな。とりあえず交流戦前まで行ってみるか。うん、古谷。古谷一本で。よし、行ってみよう。よし。あら。よし。ありゃ。ありゃ。よし。スランプ脱出早っ。3日間スランプだった。もうそれスランプとは言わないかもしれない。キア、2.30、4勝無敗。しょー。オッケー。キダさんすごいな。キダさんすごいっすね。まだ20歳なんですね。松野さんが結構ボコボコにやられてんな。佐賀さんもいいな。投手陣がすごい安定してんのかな。ブラックが意外といいね。投手陣がすごい安定してるかもしれない。そうだな。横須賀さんついにカーブだけになっちゃった。横須賀さん。キャラ行ってみようかな。とりあえずじゃあ交流戦前まで。うん。うん。あら、3連敗。ここでの3連敗はちょっと響くね。さあ、交流戦でーす。交流戦か。出番設定で見るか。誰かいるかな。キャリック。キャリック見てもな。ホームラン打つだけだもんな。さあ、1万円が増えるかしら。ニチハムになったら、ニチハム戦になったら、山崎さんを出さなきゃいけない。うーし、オッケー。木田がずっと勝ってるんじゃないか、これ。セヌマがスランプ。うん。ちょっとここで見てみるか、ちゃんと。古谷さんがバケモンみたいになってるのかな。ミート C になって。大したもんだ。まあ、不調は不調だけども。ここで十文字の出番か。不調は不調だな。まあでもまあ悪くはない感じかな。うん、チーム状況は普通か。
どうしよう。古谷さんの、古谷さんがミート上がっちゃったな。ちょっと古谷さんのためにミート練習機材を買ってあげたいけどね。買うか、守備買うか、ミートか、どっちがいいんだ。お金あってもね、使わない、1万ぐらいだったら使わない方が多いかな。ミートだな。これでいこう。よし。ミート練習機材も買ったし、ミート練習にしようかな。うん。ミート上げてみようかな。パワーとミートがあるからな。基本的にはやっぱいい練習機材にはなってると思うんだよな。守備練習機材も買っとけばよかったな。いっか。やっぱ意外とミートとパワーがでかいな。さあ、2チャム戦はまだコスト。添田戦がありますな。さあ、4-3。キャリックは買ったか。ヨッキュン買ってみるか。梅谷も買ってみるか。この交流戦で弾みをつけたい。弾んでくれ。弾め、弾め。弾んだ。弾んだ。ああ。よし。よしよし。まあ、勝ってるな。おお、増えた。8-2。こんな増えますか。あ、来た、2チャム戦。運命の2チャム戦が来た。ここは山崎さんの3連投が光ってくるんじゃないか。木田さんも買ってみようかな。せっかくだし。木田バックとか買ってみよう。さあ、本拠地か。とりあえず菅野かな。そうですね、菅野で行ってみよう。十文字が調子悪いな。まあ、いっか。ゴー。おいし、勝った。欲求にも5号が出て。最高です。最高でーす。さあ、木田さん。ゴー。おーし、沖田さん無敗。6勝無敗。このチームで6勝無敗はすごいよ。このチームでの6勝無敗はちょっと木田さんすごすぎるな。よしよし。梅谷パワー C。このチームでの6勝無敗はちょっともう、化け物すぎるわ。よしよしよし。守備練習買っとこうかな、今のうちに。6球。買ってもいいな、守備練習。買うか。よし、いい。もうこんぐらい敗戦の陣で今年は臨もう。今年は勝てるんだから。そしてこのタイミングで、来たよ、2チャムキラーが。帰ってきたぞ、帰ってきたぞ。とりあえずライオンズ戦、飛ばして。よしよし。3連勝か?やったね。あ、連勝記録5達成。OK、来たね。さあ来たよ。2チャム戦。お楽しみの2チャム戦が来たよ。行け。ゴーゴーゴー!うん。あ、でもいい試合だな。すげえいい試合だな。うん、いや、いい試合なんだよ。松野さんのコントロールがめきめき上がってくるな。どうしようかな。一回休ませて、もうすぐ投げさせるぐらいの気持ちでいこうかな。よし、OK。十文字にも1号。これ最後どうなったこれ。3点差ひっくり返したぞ。逆転サヨナラホームラン。おぉ、すごいかっこいい。サヨナラホームラン。さあ、2チャム戦。3連戦で最終か。いける？いけるかな？無理じゃねえかな？さすがに無理じゃねえかな、それは。佐賀さん行った方がいいな。ゴー。てか、大谷まだいんのかい。大谷まだおんのかい。メジャー行きなはれや。メジャー行ってくれよ、もう。いいだろ。能力が下がってるな、順調に。
さあ交流戦終了と。増えた増えた、 OK。 これから木田さんもちょいちょい買っていけるな。よし、じゃあこの3日飛ばして、お、コーチが留学から帰ってきた。よしよしよし。ということは松野さんの一発が削除できるということが来たね。一発削除、これで一発削除できれば結構でかいと思うんだけどな。いや、いい能力なんだけどね。さあ木田さん、木田さんはもう何運でも覚えていいぐらいですよね。奪三振とかでもいいぐらいです。切れまで意外と持ってないんだ。とりあえずこの秋吉さんからの何か覚えた方がいいね。切れ丸いいね。変化球で勝負していけるのいいね。球落ちねえかな。ねえか。奪三振切れ丸だったらどっちがいいんだろうな。どっちもいいんだろうけど。対左も C にできるな。あ、B にできるな。とりあえず切れ丸。で行ってみるか。もう木田さんに関してはもう喜びしかないですね。さあ6連戦です。キャリック古谷でとりあえず間違いないだろう。肉よん、肉よく、肉よく現在我がチーム肉よく。ああよしよしよし、うわし、あ、肉よくフェーズ。木田がノリノリになったから、もう木田買うか。これ木田グッズを2個買おう。頼んだ木田さん。よし。ここで木田さんがめちゃくちゃ買ってくれれば、それはそれで嬉しいのさ。一回休み。いけ、坂さん。おーし。お、完封勝ちか？おお、やったやった。あのコントロール悪かった佐賀さんが完封勝ちできるとはな。はいはい、 OK です。さあ木田さんですね。問題はマーさんが投げた後に木田さん行くか。ああ負けた。はいはい、初回先頭打者ホームラン。さあ木田さんかな、そろそろ。ここで木田さん行ってもらって、勝ったらラッキー、崩れたらどうも。惜しかった。さすがだな。さすがすぎるな。奪三振賞。木田さんは我々に賞を見せてくれるんだよ。奪三振賞という賞をね。いやー、素晴らしいな。木田奪三振賞。新しい劇場がまた生まれたな。さあ、移動日。木田さんによる奪三振賞です。どうぞ。でで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 。ゴー。オッケー。いいね。てかブラックがいいな。抑えに定着してるもんな。ブラックがいいわ。ダルビッシュ対木田。いけるか。ああ、いやでも勝ったな。いや、いいっすよ。連勝してるんだから。いいね、いいね。頼むぜ、木田さん。木田さん、ちょっと休め。死ぬぞ。いけ、松野さん。おしよし。勝ってるなぁ。勝ってるなぁ。おー、所持金増えた。これはいいんじゃないか？よーし。これ、木田さんオールスター来るだろう。48。増えたな。これ何連戦だ ?9 連戦か。正直しんどい。うん。あら。よし。ああ。よし。磯田のノリノリ。なんかチームがすごい噛み合ってる気がする。すごいチームが今噛み合ってる気がするんだよな。1.83 ってすごいな。木田さん
今年死ぬんじゃねえか。ちょっと抑えがしっかりしないな。ブラック急になんかダメになってきた。欲しい石がここで生きてくれる可能性が来るな。よし、いいね、噛み合ってきたな。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。